テキストアートで当てまっしょい、2回目よ。続いたわね。続いちゃったわ。いや何、意外と好評だったのよ。前回、これはいくらなんでもわかるだろ、みたいなコメントもあったけどね、小傘とか。パパパッと簡単に当て続けたら尺足りないでしょうが、ほどほどでいいのよ、大人の事情よ。例のプールにいるのも大人の事情なの？このチャンネルがいつバンされるか心配ってコメントあったわよ。最近暑いからね、次長の心も暑さで溶けてるのよ。それはそれとして、今回対決するのはこいつらよ。今回はマリサも参戦するのね。あれ、旗手さえいればこの企画にレイマリいらなくね？ってバレる前にマリサだけでも参加させようかなって。あれ、この企画にレイムさんいらなくね？そんなことねえし、私もいつか参加するし、そのうち私の本気が見れるし、旗手のおっぱいに食らいついてでもこの企画から降りないかんね。なんでや、私関係ないやろ。あの、レイム？私たちの対戦相手がいないみたいだけど。いるわよ、ほら。イルカに乗った少女。それイルカじゃなくてサメじゃん。あのサイズ、サメなのかどうかも怪しいけどな。プロの美食屋は捕獲レベルの高い猛獣を飼っているものなのだよ。なんだそのフルコースメニュー。普通ならきっしょいフルコースなのに美少女だと悪くないかもと思っちゃう不思議。よろしくね。ふふ、私たちに勝てるかな。ちょっと待て霊夢。あいつら3人じゃないか。こっちは2人なのにありなのか。別にスポーツやるってわけじゃないんだからいいでしょ。ぶっちゃけ、人脈お化けのあんた相手だと人付き合い少なめなあの子たちじゃ3人でも心もとないわよ。心と小石が妙蓮寺の主要層だから、そっち関連で多少交流ある程度だもんね。コウマ館から出ないスーパー引きこもりに、本能のままフラフラしてるやつに、無表情のバカ。まあ確かに、3人でも楽勝だな。おい、私だけダイレクトに悪口だっただろ、それくらいわかるわよ。友達の悪口は許しても私の悪口は許さん。性格ゴミかよ。前回と同様、テキストアートのキャラを早く当てたチームの勝ちよ。負けたら罰ゲームが待ってるから。そういや、前回の敗者の罰がまだだけど。面倒だから今回の敗者と後日一緒に罰ゲームしてもらおうかなって。コメント多かったキックでもいいけど、なんか芸かお芝居してもらうのもいいなーって思ってるわ。今回からちょっとイラストをプラスするわね。実は、いろいろと面白い変換もできるのよ。アニメ調の連写と、ラウンドごとにプラスで別の連写イラストを用意するわね。全部で何枚？きつくない？4枚を2回で8枚になるけど、1枚を2回連写するのと負担は一緒だから平気よ。最初は私たちだ。2人とも、頑張って回答してね。チャンスは3回だからね。任せとけ。外したら今日1日私を好きにしていいよ。正解したら今日1日私を好きにしていいよ。外してから正解したら2人とも好きにできるね。この欲張りさんね、かわいいな。えへへー。これ、イチャついとらんで早テキスト入力しなさいな。どうだ？え、なにこれ？はいはい。わかったの？ゼミリアお姉さんだ。さすが小石ちゃん。イエーイ。よくわかったわね。小悪魔さんかなとも思ったけど、赤い服とかこの赤い建物の赤の主張からなんとなく。やるじゃない。2回目、3回目だとこんなイラストになったわ。幼女のくせにグラマラスなイラストばっかりね。アリス、わかりやすく頼むぜ。うん、やってみるね。アリスったら性格も良くて可愛くて、しかもスタイルもいいとか最強かよ。つうか、またでかくなってない？いいからさっさとアリスにお題を渡せ。はい。これは楽勝だ。考えるまでもないぜ、これヨウムだろ。ブー？え、嘘。でも言いたいことわかるわ、私でもヨウムって答えると思う。アリス、2回目言ってちょうだい。うん、なんでヨウムになっちゃったのかしら。おいおい、頼むぜ、まさかの機械音痴か？テキスト入力するだけなのに音痴もクソもないでしょう。最終的に能力で取るの私だし。これならどう？ああ、わかった、完全に理解したわ。そんなこと言って外したら大笑いしてあげるわ。スイカだろ。なあアリス、1回目なんて入力したんだ？鬼と幼女。鬼はお化けっていう解釈で反映されるのかしらね。一回戦は負けたけど、今のは仕方ないよな。旗手が悪い。能力の制御が難しいんだって、ちゃんと反映できないときは諦めてちょうだい。次はこっちが先行か。そや？うん。うん。スクリーンのイラストでわかった。この子あの人ね、永遠帝の。蓬莱さん株や。よかった、半引きこもりのアリスだからわからないかと思ったぜ。失礼ね、定期的に里で人形劇をやるくらいには社交的だし、それなりに人付き合いもしてるわよ。社交性云々は言うつもりないけど、たまには宴会に顔出しなさいよ。いないと寂しいわ。うるさいのが嫌いなのよ。2回目だとはっきりとわかるわね。いちいちイラストがちょっとエッチな感じになるのって旗手の趣味なの？んなわけないでしょ、しようと思ってちょうだい。私に任せといて、こっちも一発でクリアできるように作るから。どうだ？うん？わかった。蓬莱さん株や。いや連続で出ないわよ。どんだけ株や押すのよ。フランちゃんわかった？いや、まったく。スター支
バイアかなって思ったけど、チャンネルに出てきたことないから多分お題に出ないよね。よくスターサファイアのこと知ってたわね。まあ違うけど。これならどうだ。ああ、わかったね。サトリお姉さん。ピンク髪の幼女でわかったかしら。一回目のじゃ難しいよ。難しかったね。一回目でピンク髪入力したのに一枚にしか反映されなくてびっくりだった。しようということで許して。三回目のイラストだったら確実にわかってたわね。ちゃんとサトリに見えるわ。はい、試合終了。え、もう終わるの？三回戦やって決着つけたかったけど、編集カロリーをオーバーしました。じゃあ罰ゲームはなしってことよね。何をおっしゃいますか。引き分けってことは勝てなかったってことよ。勝利できなかった両チームとも罰ゲームをやるに決まってるじゃない。アリス、こんな性格悪い奴の影響受けずにいつまでも清らかでいてね。